公共曲第4番、バーゼルの喜びは、アルティュール・オネゲルが作曲した5曲の公共曲のうちの1曲で、ある。オネゲルの作品の中でも、そうじて明るい響きが保たれ、スイスの民謡のメロディーが使われていることも手伝って、比較的リラックスした曲調となっている。それゆえ、オネゲルの田園公共曲と呼ばれることもある。旧バーゼル室内管弦楽団の創立20周年。 記念として、その創立者で指揮者のパウル・ザッハーの依頼を受ける。1946年に作曲され、翌1947年1月21日に、ザッハーによってスイスのバーゼルで初演された。ちなみに、創立10周年記念に作曲されたのが公共曲第2番である。オネゲル自身はフランス生まれであったが、両親が共に、 スイス人であったため国籍はスイスであり、スイスに愛着を持っていたことがこの曲の成立にもつながっている。小さな2巻編成。フルートに、オーボエ1、クラリネットに、ファゴット1、ホルンに、トランペット1、クロッケンシュピール、シンバル、タムタム、タンブールバロは、トライアングル、ピアノ、弦語部。新古典主義の作風とされる。ありがとうございます。